時間が不規則なので、次の日朝起きたらちょっと体が重かったりとか、でも私は何より睡眠が一番かなと思いますね。肌もそうだし、髪にも内面からもこう外見もすごい元気になるので、なるべくしっかり寝るように心がけてますね。アクションを今練習していて、割とこうミッド打ちっていうんですか、そういったもので練習してるので、やっぱり汗を流すと本当に気持ちいいんだなっていうのを最近実感しながらやってますね。ミッド打ちすごい運動量そうですね。はい、もうなんかずっとロッキーの音楽をこうイメージしながら